夏だ、海だ、フライボードだ。なんだそれ。プライド高すぎ男が超高難易度フライボードに参加してみた結果、私の名前は水戸ゆりか。今日は幼馴染の獅子原聡太たちと4人で海まで来ています。海だ。ほらモカちゃん、シュン、みんな早く行くよ。はい。おい、フライボードってなんだよ。水上バイクとつながったフライボードっていうのに乗って、吹き出る水で空中に浮き上がるスポーツだよ。空中に浮く、別次元のような話なのです。ゆりかが4人分予約してくれたんだよね。俺もこいつもまともにできねえと思うぞ。ま、失礼な、やってみなければわからないのです。なんでお前が一番やる気満々なんだ。まあまあ、やってみたら楽しいよ。早速水着に着替えよう。モカちゃんの水着も私が用意したからね。さ、行こう。ダイナなんです。水着、あいつタトゥーあるけどいいのか。あれシュン、なんか想像してる。別にしてねえよ。着替えてきたよ。お待たせ。フィットネス水着の最前線、水の抵抗は従来の10分の1、露出度抑えて全身密着で紫外線もシャットアウト。ゆりかさんとお揃いなのです。なんか想像してたのと全然違ったわ。ほら、やっぱ想像してたんじゃん。お前の思ってるような想像じゃねえよ。え、さらに過激なものを。ひでえって。あ、大丈夫なのです。念のためモカの一般水着も中に着込んでおりますので、見てみます。バカ、見えるだろ。ったく、お前はもうちょっと自分から隠す努力をしろよ。どうしたの。いや、なんていうか微笑ましいなって。あーん、すみません、フライボード4人で予約していました、水戸なんですが。はい、ありがとうございます。え、4人。先に1人いるみたい。どうしたんだろう、慌ててたけど。おい、どういうことだよ。今日の予約は4人だけだろ。あの人何なんだ。だって連れが後から来るとか言うから予約してると思ったんだよ。あの人、時間間違えてしまったのでしょうか。そう。すみません、お客様、お通ししてしまったのは私たちの手違いでして、またのご予約を。ありえねえだろ。そっちのミスってなんで俺がお断りされなきゃならねえんだよ。なんか揉めてんな。店員オーバーみたい。あの、よかったらモカは次の機会にするのです。そんな。やはりモカの運動神経ではうまくできないとは思いますし、モカはゆりかさんや師匠のパフォーマンスを写真に収めたいのです。お前、あとタッタ君の慌てふためく姿も。おい、さらっと何しようと思ってんだてめえ。というわけでモカは辞退するので、そこのお兄さんどうぞなのです。すみません、そうしていただけますと助かります。じゃあ俺も残るわ。海でこいつ一人だと危なそうだろう。うん、いくらモカといえど船虫やヤドカリくらい一人で撃退できるのです。そんなこと心配してねえよ。ごめんねモカちゃん、タツタ君、この埋め合わせは必ず。二人の分も楽しもう、ゆりか。では3名様で始めさせていただきます。よろしくお願いします。あっさー。ん、まずフライボードでの事故を防止するために講習ビデオを。あの、そういうたるいこと言うんだ、さっさとやらせてくれません。俺経験者ですんで。え、自信が終わりなのですね。初心者コースのくせに何言ってんだか。でもこれは必要な工程でして。あ、私は聞きたいです。俺も初めてだしね。あ、はい。ではお二人に向けて説明しますので、経験者の方も聞くだけ聞いてください。ちゃ、初心者が嫌がるのかよ。せいぜいこっちの邪魔しないようにな。あ、お二人とも大丈夫でしょうか。大丈夫だろう。え、
あいつら運動神経の化け物だからな。フライボードに乗ってみよう。じゃあ実際に乗ってみましょう。初めての方でも 80% は成功しますので、力入れすぎず行きましょう。はい、まずは女性から行きましょうか。海に入っていただいて。あ、フースチーズシュース。あ、ちょっと今ユリカからって。いいよ、まずは経験者の人の見てみたいし。分かってるじゃねえか。あら、さっさとスイッチ入れてくれよ。じゃあ行きますよ。どうなるのかな。どうなったのかな。海と水平にすっ飛んで落ちた。くせえ、指導が悪いんだよ。あと波。経験者でも難しいのかな。燃えてきた。ユリカ、では次の方。たく、こんな最悪のコンディションの海でやらせるんじゃねえ。ガキだって無理に決まったんだろ。ユリカなら大丈夫です多分。ああ、じゃあ垂直に浮かび上がれるようにチャレンジしてみましょう。はい。まず海にうつ伏せになって足を水中に入れて膝を伸ばして水出します。わ、浮いてる。おお、すごくいい感じですよ。膝まっすぐ、姿勢もちゃんとできてます。すごい。そこ、あ、モカちゃん、タツタくん。ユリカさん、すごいのです。まるでマーメイドなのです。マーメイドは空飛ばないだろ。あっという間だった。次ソータね。じゃあ行きます。わあ、すっごい高い。あ、すごい高さ出てます。本当に初めてですか。初めてです。タッタ君、見えますか。師匠の勇姿、まるで海坊主のような雄大さなのです。もっといい例えあったろ。美しい。もう一回チャレンジしましょう。立つだけなら難しいものではないので。くっそ、あのガキ今に見たろ。ダイブ。すみません、さっきの経験者の方は別のスタッフに任せましたので。あ、はい。お二人はもっと高度な技に挑戦しましょう。高度？10年に一度の逸材ですよ、お二人は。やったね、ユリカ。目指しちゃう世界。遊びで来ただけだからね。じゃあ、今度は決めた方向に旋回する技をレクチャーしますので。うぅ！何？水が、カメラが。おい、そんなとこいいんじゃねえよ。水がかかって危ねえぞ。うわ！信じられねえ。自分が遊ぶのよりこっちに嫌がらせするの優先するやつがいるかよ。怖すぎなのです。おい、場所変えるぞ。付き合ってらんねえ。でも師匠のお写真を。ちょっとそこまで行かないでください。岸に近づくと本当に危険で。関係ねえ、俺は楽しんでるガキが気に食わねえだけなんだよ。どう？あれ、落ちてんな。師匠？あっちから来たのか。嘘だろ。自分がちゃんと説明聞かずにうまくできなかったくせに他人に当たってんじゃねえや。うぜえ、話せ話せ話せ。本当に話していいんだな。バッカー。話すぞ。すみませんでした。今回はご迷惑をおかけしまして、こちら次回の無料券です。今回参加できなかった方もぜひ。いろいろあったけど面白かったね。あっという間だったな。じゃあ次は、モカの撮った写真を鑑賞しつつ、映えドリンクを楽しみつつ、ビーチバレー3本セット。元気だなお前ら。少し大変な目には遭いましたが、これからまだまだ夏のいい思い出は作れそうです。今日の動画はどうでしたか、タクタ君。いや、俺に聞くなよ。そんなことより、この動画のオープニング曲を紹介するぞ。タクタ君、チャンネル登録するのです。いや、だから俺に言うなよ。チャンネル登録よろしくなのです。